第3競争出走各が入場です。東京第3レースは2歳未勝利芝の 2000m10 頭です。1番リリカル514キロプラス2キロ吉田豊54キロ、2番エルクリード490キロマイナス6キロ菅原明55キロ、3番ピペル446キロプラス4キロ柴田大地54キロ、4番ポーラーナイト472キロプラス2キロ長野武蔵53キロ、5番アスコルティアーモ448キロプラス18キロクリストフルメール54キロ、6番西野プロポーズ482キロマイナス4キロ田辺博信55キロ、7番は結の男山456キロ変わらずクリスチャンデムーロ55キロ、8番西のオールマイト478キロプラス2キロホリードウィル55キロ、9番クリーロ394キロ変わらず藤岡雄介54キロ、そして10番ユイアングレイス464キロマイナス4キロ大野拓也55キロの騎乗です。以上の10頭立て東京第3競争2歳未勝利戦発走までもうしばらくお待ちください。ファンファーレは東京の3レース2歳の未勝利戦天皇賞秋と同じ芝の 2000m に出走馬10頭5番のアスコルティアーモ単勝式 1.5 倍です。東京競馬第3競争2歳未勝利戦芝の 2000m10 頭で争われます。1コーナーポケット地点からのスタートです。枠入りが始まっています。奇数番号の各馬を収まって偶数番号の各馬2番エルクリード6番西のプロポーズスムーズに枠入りが進んでいきます。最後10番ユイアングレイス10番ゲート今馬体を収めて全馬ゲートの中体制完了スタートしました。ちょっとバラッとしたスタート9番クリーロ3番ピエルが後方です。さあ先行争いです。まずは間からスーッと6番の西のプロポーズが先頭に立ちました。リードは1馬身2番手に4番ポーラーナイトあとは2馬身半3番手に10番ユイアングレイスがつけて1馬身内から1番のリリカルそこから3番ピエルがそれをかわして上がります。これから向こう正面です。さあ前は2頭並んできました。しかし外から4番のポーラーナイトが先頭に立ちました。リードを2馬身と広げていきます。2番手には6番の西のプロポーズそれから1馬身半3番手に3番ピュエルが上がって1馬身4番手10番ユイアングレイスそれから1馬身差5番のアスコルティアーモがその後ろです。1馬身内から1番のリリカルそれに外接近8番の西のオールマイと並んでいきました。1馬身半差7番ユイの男山内側2番のエルクリード最後方3馬身離れて9番のクリーロという体型。各馬第3コーナーのカーブを迎えます。残り 1000m を通過
1分を切るぐらいのペースで4番のポーラーナイトが逃げています。後続に5馬身のリード、6番西野プロポーズが2番手、2馬身差3番手に3番のオピフェル、それから2馬身差5番アスコルティアーモは4番手、すでに800を通過、内から接近10番ユイアングレイス、1馬身そのは8番の西野オールマイト、そのうち1番リリカル、7番ユイの男山、後方3番手、残り600を通過、4番ポーラーナイトが先頭で4コーナーをカーブ直線へ、後続に4馬身のリード、2番手には6番の西野プロポーズ、そしてその後は3馬身差3番フェルスの外から5番のアスコルティアーモ、2頭の内からは10番ユイアングレイス、さあ先頭変わって6番の西野プロポーズ、リードは2馬身ぐらい、それを追って5番のアスコルティアーモ、それから3馬身4馬身、外から7番ユイの男山、内からは10番のユイアングレイス、200を追加、さあ先頭は6番西野プロポーズ、リードはまだ2馬身、追った5番のアスコルティアーモ、離れた3番手7番ユイの男山、6番西野プロポーズゴールイン、2番手5番のアスコルティアーモやや離れて3番手7番ユイの男山、6番の西野プロポーズを押し切りました。追った5番のアスコルティアーモ届くはずの2番手、3番手はやや離れて7番ユイの男山です。勝ち時計2分0秒に上がり4ハロン47秒33ハロン34秒7でした。東京競馬第3競争2歳未勝利戦、2番手追走6番の西野プロポーズ、直線を向いて逃げたポーラーナイトを捉えてその後力強く押し切りました。正面の掲示板1着6番西野プロポーズ、2着5番アスコルティアーム、3着7番ユイの男山、4着10番ユイアングレイス、5着9番クリーロです。確定までお待ちください。東京サンレース、勝ちましたのは6番の西野プロポーズ、田辺博信騎手。初戦の新馬戦4着でしたが、昨日3着馬グリューネグリーンが勝ち上がってという新馬戦ではありましたけれどもね、はい、西野プロポーズは道中2番手からの追走を抜け出して勝利をつかみました。アスコルティアもいい手応えで上がってきましたが2番手まで、3着が7番のユイの男山、6番5番7番という順でゴールを駆け抜けました。西野プロポーズは祖母西野ナースコール、母が西野ラブコールで、この馬がプロポーズというなかなか素敵な名前です ね。6番5番7番です。3番人気1番人気2番人気です。単勝6番 6.4 倍、枠連5、6、3.1 倍、馬連5番、6番、3.5 倍、馬単6番、5番、12.6 倍、三連複5番、6番、7番、2.6 倍、三連単6番、5番、7番、30.2 倍です。天皇賞秋と同じ舞台、ここは2分0秒2という時計でした。東京サンレース確定までお待ちください。